1年間に交通事故で死亡した人は全で3694人と、統計を取り始めた昭和3年以降、最も少なくなりました。社長よりますと、去年1年間に交通事故で死亡した人は全国で3694人と、こまでで最も少なかった昭和24年の37.0人を96人下回り、統計を取り始めたは23年以降、最も少なくなりました。都道府県別では、愛知県が200人で最下、最も少なかったのは島根県で17した。一方で、死亡した人のうち、5歳、上の高齢者は2020人と、前の、と比べて118人減ったものの、死亡し、人全体に占める割合は 54.7% で、こまでで最も高くなった一昨年に次いで、番目に高くなっています。また75以上の高齢者ドライバーによ、死亡事故、相次いでいますが、去年11月の時点は前の年と比べて1割ほど減しました。警察庁によりますと、去年3月に、る認知症の検査が強化され、運転免許、自主的に返納した75歳以上のドラ、だが11月末の時点で23万人余りと、最多となっていることも減少の背景に、ると見られるということです。交通、故、による死亡者は、昭和45年に過去最の、16,765人を記録しましたが、平に入ってからは減少傾向が続いていて、社長は引き続き対策を進めていくことにしています。愛知県が200人で最多、経営庁によりますと、去年1年間に交通、故で死亡した人は、都道府県別では、愛、あがたが200人で最も多く、埼玉県が17人、東京都が164人、兵庫県が161などでした。最も少なかったのは島県で17人、次、鳥取県で26人、高知で29人などでた。また交通事故、死亡した人のうち6歳以上の高齢者が、占める割合は、統計を取り始めた昭和42は 13.2% でしたが、高齢化に伴って、町に増加し、平成7年には 30%、平成5年には 40% を超え、平成22年には、めて 50% を超えました。その後も、な、4年が 51.4%、平成25年が 5%、平成26年が 53.3%、平成7が 54.6% と、全体の半数を超え、状態が続き、おととしは 54.8% とはじめ、を取り始めて以降最も高くなっていますし、死亡者数の推移と今後の対策、警察に、りますと、年間の交通事故の死亡者、統計を取り始めた昭和23年は3848、翌年の昭和24年はこれまでで最、少ない3790人でしたが、高度経済化による自動車の増加などに伴って死亡者、急増し、昭和34年には1万79人と初って1万人を超え、昭和45年には過去最の1万6765人を記録しました。酒破壊など悪質な交通違反に対する警察、取り締まりに加え、シートベルトの着用やエアバッグなど車両の安全性の向上に、平成に入ってからは減少傾向が続く。平成21年には4979人と57年分に5000人を下回ったほか、去年は304人と67年ぶりに4000人を下回ました。死亡事故を防ぐ対策では、例年に運転席と助手席でシートベルの着用が義務化されたほか、平成20年は後部座席でも着用が義務化されました。警察庁などの調査によりますと、座のオートベルトの着用率は一般道では運席が 98.6%、助手席が 95.2%、部座席は 36.4% となっています。祭りごとは2年後までに交通事故による死者2500人以下にする目標を立てて、で、
警察庁は自動ブレーキやブレーキ、アクセルの踏み間違いを防ぐ技術を搭載した安全運転サポート車の普及に向けた取り組みを進めているほか、高齢者ドリバーが運転できる車や時間帯などを鍵した運転免許証の導入についても検討を始めています。死亡事故減少の理由つって警察庁は、シートベルトの着用の底や飲酒運転など悪質な交通違反のと締まりの強化などが減少につながっているのではないかと分析していて、引き続き、取り締まりや高齢者の事故防止に向けた対